油ごと全部入れて大丈夫です。で軽く混ぜと戻すんですよね。これが上に散らすと。ハローエブリナ、カエデアキッチンのしげです。さて今回は、スパニッシュオムレツ。スパニッシュっていうのはスペイン風っていうことですね。スペイン風オムレツ。じゃあスペイン風があるんだから他に何風があるのと。フランス風オムレツっていうのがありますね。あのいわゆるこうトン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 としたこうくる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 ってこう転がるようなこうスムーズなオムレツ、あれフランス風オムレツですね。もともとオムレツの語源がオムレット、フランス語なんですよ。他にアメリカ風オムレツっていうのがある。あれはこう丸いこうフライパンにあってこれパッタンとこう返す、半月のお月さんの半分の形しただけの、あれアメリカ風ですわ。日本風オムレツっていうのもあるんですよ。何ですかと。それはね、だし巻き卵。そんなオムレツじゃないじゃないですかと言われるかもわからんですけどもね。あれこそこう四角いこう専門のこのフライパンでね、こうぐるぐるくるくる巻いていくんでね、それこそその世界に結構誇れる、だし巻き卵、ジャパニーズオムレット。今回は、スパニッシュオムレツ、スペイン風オムレツ。じゃあスペイン風はどういうのですかっていうと、フライパンがこうありました、そのまんまの形のものを、そのまんまで作ると。何言ってるかわからんでしょうけれども、でこれはですね、現地のこうスペインではですね、まあ朝も食べられるし、お昼にはそのオムレツをパンに挟んでサンドイッチもする。夜も食べるかっていうと、夜にはバルというところがあって、日本語で言うと居酒屋ですね。英語で言うとパブ、あのショーパブのパブですよね。スペイン語で言うとバルっていうところ、そこ行ったらこの必ずそのスペイン風オムレツがあるわけなんですよ。現地ではねトルティージャっていうんですけどね、スペイン語で。もう一回言いますよ、トルティージャ、ね。もしよかったら一緒にトルティージャ、まだちょっとそこのものをトルティージャ、そんな感じなんですよね。まあそこへ行きますと、まあそれとビールを一緒にとか、それとワインを一緒にとか、非常に朝から晩までそのスペイン人にとっては馴染みの深い、オムレツっていうことになります。オムレツということで、卵は使うんですけれども、他に何が入るねと、他にねジャガイモが入るんですね。ジャガイモと卵のオムレツというものが、まあスパニッシュオムレツっていう感じになりますね。今日はそれをお見せいたしましょう。ではまず材料、卵、じゃがいも、玉ねぎ、牛乳ちょっと入れます。それから、飾り付けにパセリ。まずじゃがいもからいきます。でこのじゃがいもね、オーガニック有機栽培のじゃがいもなんでね、有機栽培のじゃがいもというのは化学薬品とか農薬を使ってない、全部自然のもので作ってる。このじゃがいもだけじゃなくて土自体も、自然のもので作ってるんで、極端な話、土を食べても、まあ、いいような土で栽培してる。だから皮も食べれますよと。丸ごと食べようが、オーガニックの食べ方、英語で言うとオーガニックなんですけどね、ちょっとオーガニック、ガニック、ね、なるんですけれども、目にはね軽い毒があるらしいです。なんでこれは目だけ取っていきます。なのでこの芽だけこうやってくりくりっとこう取っちゃいます。これを半分に切って薄くカットしていきます。厚さは薄ければ薄いほど火の通りが早いんですけれども、まあこれで2ミリぐらい。お芋の種類は何でもいいです。はい、次玉ねぎ。玉ねぎはね、今日は4分の1だけ使います。この玉ねぎも有機栽培なんですけれども、玉ねぎの皮はね、スープには取れますけどね、さすがに食べるのは口にちょっと引っかかりますんで取ります。どんな切り方でも大丈夫です。まあこうしときましょう。これ切りやすいです。この角度が切りやすいからこうしておきます。はい、ではこのフライパンにオリーブオイルを入れていくんですけれども、このフライパン一応サイズね24センチのサイズなんですね。今日卵3個使います。でオリーブオイルをじーっじーっとちょっと多めのオリーブオイル入れました。
はい、そこへさっきのじゃがいもから玉ねぎ、それから塩、胡椒も振っときます。で、軽く混ぜときます。全体に油がなじみましたら、もうここで一旦蓋します。火加減はね、弱火から中火ぐらいです。5分。はい、じゃがいもを焼いている間に、卵、今日はね、24センチのフライパンで3個使います。あ、卵のね、片手の割り方で、ね、こうやって卵と卵をね、こうぶつけるでしょ。で、この指とこの人差し指と親指こう持って、薬指と中指で開く。ここにほんのちょっとの塩、そこから胡椒、そして牛乳。牛乳を入れたらね、やっぱちょっと柔らかい感じのもんが出来上がります。で、混ぜます。これよく混ぜときます。白身と黄身がもう一緒になるぐらいまで混ぜときます。はい、5分経ったんで開けてみます。うーい、じゃがいもが柔らかいかどうかチェックしてください。あ、これやら、ここで硬かったらもうちょっと蓋してあと2分とか行ってみてください。これじゃがいものこの厚さによってね、火の入り方が時間が違うから、2ミリの厚さで5分を目安にしましたけど、もっと厚い方は、もうちょっと弱火にして8分とかにしてみてください。もっと薄い方は逆に3分ぐらいでできちゃいます。これできましたら、これを卵の中に入れますよ。はい、これさっきの卵。この中にこれ入れちゃいます。油ごと全部入れて大丈夫です。そんなことしたら卵が煮えちゃうじゃないと。これ煮えて大丈夫です。ここでよく混ぜてください。じゃがいも一枚一枚に卵が全部絡むような感じで。ここまでできましたら、もう一回これ同じフライパンで焼きに行きます。はい、これ、さっきのそのまま、まだ油ちょっと残ってますけども、ここにちょっと追い油ちょっとだけ足しました。火は中火ぐらいで、で、さっきの、じゃがいもと卵ここの中入れます。フライパンの周りから固まってくるんで、周りから内側にちょっとこう入れてあげます。この状態まで来たら、外側を集めて、この状態で蓋して1分ぐらい。はい、1分ぐらい経ったらこんな感じ。まだちょっと半熟な感じですよね。そしたら、ここがスパニッシュオムレツのね、スペイン風オムレツのポイントでね、お皿、フライパンよりも大きいお皿を1枚用意してかぶせます。で、ひっくり返します。ひっくり返しましたら、まあ、こんな感じで、これをもう一回このフライパンの上に戻すんですよね。これがこんな感じですね。で、蓋をして30秒ぐらい待ちましょうか。はい、30秒経ったんで開けてみます。じゃんと、これで出来上がりですね。はい、これをパセリを刻みまして、上に散らすと。はい、できました。じゃじゃーんと、ね、
食べていきましょう。切り分けます。カットはね、ピザですね。ピザの感じですね。こんな感じでね、これはね、ケチャップをねつけて食べるのが多いです。2回ねスペインへ食べたんですけどね、やっぱり2回ともケチャップが出てきました。で、まあ食べてみます。うん、素朴、非常にね、じゃがいもの甘み、玉ねぎの甘み、卵のうまみ、もうほんと本来の素材の素朴さがそのまま集まった感じで、で卵をね、どこまで火入れるのかと。日本人はね半熟が好きなんですよ。ところがね、スペインにはね、完全に火通す人が多いですね。で、牛乳入れてちょっと柔らかくしましたけど、多分こっちの方が日本人の好みに合う。そうそう、これをねパンの、ね、間で挟むんですよね。まあじゃがいもがあるんで炭水化物、炭水化物なんですけど、結構美味しいです。これからね、素朴にしましたけれどもね、この中に例えばトマト入れたり、ピーマン入れたり、赤ピーマン入れたらもっと彩りが良くなって、マッシュルーム入れてもいいし、アスパラガス入れてもいいし、ブロッコリーも入れれると。入れたら野菜もたっぷり食べれると。もちろんその中にツナ缶入れたりソーセージ入れたりしても美味しいです。ぜひお試しください。では次回の動画でまたお会いいたしましょう。 Thank you for watching. See you next time. Bye.